巨人のチーム打率はリーグ4位の2割3分2厘。得点力不足の打線にあって右の強打者が補強ポイントだが打撃さえ良ければ左打者でも構わない。本命は今季中に国内 FA 権を取得見込みの DeNA 佐野圭太だという。佐野は昨オフの契約交渉の際に球団に提示された複数年契約を断り、1500万円ダウンの年俸1億5500万円で単年契約を結んだ。FA 権取得の年でもあるし自分も納得できる成績を残したいと語っていた。行かないでほしい。巨人外野いらないだろ笑い。ドラフトで補強してるし最近は FA でそういう穴埋めしてないからな。巨人って DeNA の不良債権買取サービスでもしてるの？人的保障かかるなら無理して取らんでもええだろ。正直佐野をまともな値段で買ってくれるの巨人しかないだろ。今の佐野の成績とか見てるんか。確かにここ2年調子悪いけど横浜には絶対に必要な選手。普通にいらんやろ。今の佐野ケイタを2億とか3億出して欲しがる球団あるの？元キャプテンやぞ放出するかいな。本当に勘弁してくれ、サノスはまだまだうちでやってほしいんだ。ベイスターズだと出場機会に恵まれないから、FA してた球団に行くのは正解。なんとなくベイスターズと首脳陣からサノ不要感を感じるんだよな。ジャイアンツが欲しがるのは戦力というよりは戦力を削ぐのが目的感あるから本気で取りに来そう。サノは FA するなら読売よりパリーグの方がいいと思うけど、まあ去年今年の成績で欲しがる球団あるかは知らんが、まあええんちゃう？外野のワクワクし。出してくれるわけないんよな。頼むから絶対行かないで。絶対に渡さん。仮に移籍したとしてもうまく使いこなせないと思う。頼む本当に出て行かないでくれ。行かないで残留してほしい。佐野は絶対に必要になる。苦労人はそんな簡単には腐らない。怪我はあんまりないけど打てない守れない走れないの逆三拍子揃ってるからな。チャンスでも内野ゴロであっさり凡退も多いし。佐野本人は出場機会を求めて決断する可能性はありそう。